主任。主任、お帰りなさい。みんなも元気そうで安心したわ。さっきの演習、残念だったわね。ま、相手があれですから善戦した方ですよ。え、まあね。ところで、その主任ってのをやめてくれない？もうここの人間じゃないんだし。主任がどこに行こうと何になろうと、僕らにとっては変わらず大事な主任ですね、新主任。え、ああ、まあね。ありがとう、みんな。コスモスは？派手にやられましたからね。今、タブで調整中です。コスモス、あなた、今でも頑張ってるのよね。それなのに、私は何をしてるのか。こんな私を見て、あなたはどう思うのかしら。主任。アレン君、やっぱ気になりますか、コスモスのこと。気になるっていうか、久しぶりにコスモスやみんなに会ったら、なんだか私だけ取り残されちゃったようなそんな気分になっちゃってね。主任。ごめん、そろそろ行くわね。今日はありがとう。主任、明日。うん。明日町で食事しませんか。この間美味しいお店見つけたんです。うん、いいわよ。そっか、やっぱ忙しいですよね。だったらまたの機会に。だからいいって。私はいつでも構わないけれど。じゃあ午後7時にホテルのロビーに。僕迎えに行きますから。分かった、待ってるわ。わあ、ありがとうございます。それじゃあおやすみなさい。おやすみ。失礼。ここがコスモスの調整ルームですか。思ったより規模が小さいんですね。ロートマンテル特別顧問。なんです、歯医者に嫌味でも言いに来たんですか。よせよ。失礼しました。何かあったんですか。いや、気にしないでください。彼の言うこともあながち間違っていないんです。え？いや、だから歯医者に引導を渡しに来たんですよ。皆さんには早急に荷物をまとめてもらって初行の方へ引き上げてもらうことになります。ちょっと待てよ、コスモスの修理はどうするんだよ。必要ないんですよ。コスモスが目覚めることはもうないんですから。それはどういう。こういうことです。
これは、コスモスの廃棄処分の決定って、何ですかこれ。そのままの意味ですよ。先ほど委員会の決議により決定しました。余計なことに力を割くよりも、これより先テロスの開発に全力を注ぐ方が良いということです。残念ですが、このままスクラップということですね。そんな、コスモスが廃棄処分だなんて。